すごく素敵な印象ですね。あありがとても豊かで、とてもお似合いなんですけど、はいはい。ありがとうございます。あの、実は私が作ったエクラトロはという。お洋服なんですが、こ、はいはい、の夏さらっと。 着、えー、れるオンでもあのオフでもデイリーでも着れるいロット思いましていいです、ね、はいあとは綾波のヘアの色に近いなと思って <laughs> 気分は綾波でできましたなるほど <laughs> ありがとうございます今回 <laughs> の R O G エヴァンゲリオンのこのコラボのお話初めて聞いた時どんな印象でしたもういよ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 できるのかっていうのと私が実はものすごく、はい、去年からパソコンを探していましてあそうなんですかをできるゲあのパソコンを探しておりまして、はい なので、もう今回お話をいただいた時にもう運命としか感じられないと思って。もうありがとうございますもう。はい、楽しみにしておりました。なるほど。<laughs> <laughs> さあ、それでは、その運命の推しなが目の前に来ておりますが。はい。もうあれですね。これが。そうですね。左側にあるのが、えっと、通常の製品。です通常の製品で、はい、こっちがコラボって、はい。コラボ製品でございます。 箱がすすすごいででねそうなん実は先ほど製品の外観の話はあったんですけれどもパッケージにもこだわっておりましてもう何一つ保存したいそうですよね飾っておき棚に置いておきたいですねこちらに完成品あるようなんですがいろいろとこちら見ていただいてもよろしいですか後ろに並んでいるち両サイドにありますもごいいやう あのほんと細かい部分までふんだんにエヴァを使っているっていうのがもうファンとしてはとっても嬉しくてこうすごいですねこのファンの部分の、はい、ネルフの一軸のマークだったりそうですねい防機,機のロゴだったり消防、はい、<う>のロゴだったり、はい、こう,もう細かい部分までそこまで見えない部分までもう裏とかもそうなんですけど見えないところまでここにまであれですよエヴァの。そうですね これはすごいですね。はい、テンション上がりますね。上がりますよ、ね。僕も初めて,聞ておお、これはってやっぱ思いました。ね<え>。はい、うわ。なんかこう、私自身でできるのってね、こうトップ画面を変えるとか、はい、待ち受けを変えるぐらいしかできないの。はい、ふんだんに、はい、もうまるでネルフの職員になったかのようなう、ね、気持ちになれるのが。はい、うもうすごいですよね。こちらもすごいですよ。ちょっと見ていただいてもよろしいですか。もうこう、あの、あれですね。 ヘッドセットはもう本当気分から上がりますね、はい、すごいですもうでもかっこいいですねキーボードももうなんか一個ずつ一個ずつこう感動しちゃいますね確かにうそうですよねとしてはどうやらなんか先ほどのコウさんのお話の中で放送モードがあるっていうふうに聞いたんですけど、はいはい、そうですあの今そこにひかのついているマザーボードっていうあのメインの基板があるんですけれどもそこの左側に初号機が書いてるんですね、まあ、パソコンの中かな

水槽とオブジェをこううこう一致して見てるようなもうこのまんま展示したいぐらいすごいかっこよくて。ももう見てもいいですし物、はい、としてもいいですしもう常にこう気分が上がる。そうなんですでずっとこのモニターとかすごい細かい部分まで書体もそうだし全部がエヴァなんですよね。このの世界観を壊さないいでふんだんだに使ってるっててるうのは、はい すごいなと思いました。本体の色もそうですし、見えない部分の柄もそうですし、はい、あとその液晶の中のそのデジタルコンテンツに関しても、すべてあの色があのエヴァカラーになってますし、ちょっと今回見せられないんですけども、パソコンの起動時にもエヴァのロゴが出ます。ええ<ー>、はい、じゃあもう本当ネルフじゃないですか。そうです。もその気分にもなります、ね。るんですね。最高の没入感、体験ができる。 意識になっていますいやーこれはもうテンション上がりますね、はい、確かにそうですよねもう表情を見ていてわかりますかありがとうございます